皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの加速と申します。NHK クローズアップ現代、スーパー耐性蚊にデング熱、蚊の新たな脅威ということで、これもう本当にめちゃめちゃ怖いですよねということで、感染症のコロナのようなものも怖いですけれども、ある程度気をつければ防げる部分もあるじゃないですか。でも蚊、ね、もうちっちゃい蚊なんていくらでも湧いて出てくるし、そもそも気づかれずに刺されちゃうっていうこともあるので、もう本当に恐ろしいなと。しかも、凄まじい蚊が生まれているということで、番組の内容を簡単に解説をしていきたいと思います。デング熱が過去最多ということで、世界ではデング熱が増えていると。で、当然ですね、日本関係ねえよということではなくて、やっぱりね、人流、ね、日本もコロナが終わって外国人がいっぱい来てたりもしますし、日本も海外に行ったりしますしっていうことで、やっぱりその交流が増えている中で、やっぱりそういうものも、さらに増えていく可能性があると。そんな中、スーパー耐性蚊というのが現れまして、なんと1000倍の殺虫剤を使わないと死なないということで、これ番組でめちゃめちゃ説得力のある実験やってたんですけれども、普通の蚊とスーパー耐性蚊を、なんか30匹ぐらいこう入れて、で、殺虫剤をやるわけですよ。で、普通の蚊はもう5分ぐらいでも全部死んじゃうんです。ところがスーパー耐性蚊殺虫剤かけても30分やっても、もう全然みんな生きてるみたいな。恐ろしいですよねと。つまり、今までの殺虫剤が効かないということで、どんどんその蚊も進化をしているということになります。で、そのデング熱では、タイでは2023年、なんとデング熱感染者が13万人ということで、その熱帯に主にそういう蚊がいるんですけれども、東南アジアからその日本に持ってこられちゃう可能性もあると。ただ、その日本は寒くなるので、冬は越せないというところはあるんですけれども、とはいえ皆さんご存知の通りですね、あんまり寒くならなくなってますよね。もちろん寒くなることもあるんですけれども、年々温暖化しているので、生きながらえる時間も増えてしまうというところと、あと日本でも熱帯化してるじゃないですか。なんかもう4月なのに暑いとかね、10月なのに暑いみたいなこともあるので、ますますこうした蚊の影響というのが大きくなる可能性があると。で、要は蚊を媒介にして、そのデング熱がどん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 感染してしてしまうと。で、その蚊なんて本当にね、もうちっちゃいし見えないし、見えるけれども気づかれないし、それが例えば飛行機の中に入ってきちゃったりとか、日本の、別にアジアの蚊だけではなくて、日本の蚊もデング熱を媒介するそうなので、しかも日本は蚊が多い国ということなので、その日本の蚊であろうと、アジアの蚊であろうと、それが殺虫剤が効かない、そんでデング熱が流行ってる、それを媒介しちゃうと。もう防ぎようないですよね。だって蚊が来たみたいなことで分からないじゃないですか。知らぬ間に刺されてして、知らぬ間にデング熱になっちゃうと。で、先ほども言ったように、日本も温暖化、熱帯化しているために、その蚊の生息期間が長期化して、より被害が増えていく可能性があるということです。で、そんな中ですね、殺さないで身を守る日本開発のクリームが注目されていたり、蚊を寄せ付けない服の開発みたいなことで、なんとか防ごうとはしているんですけれども、とはいえ、じゃあそのクリーム全部濡れるのかみたいな、結局、やっぱりまだらになって全部肌が出てるところ塗りましたって言ってるけども、ちゃんとまんべんなく塗らないと薄いところに蚊は来ちゃうとかですね、じゃあ、顔も全部塗りたくるのかとかいうこともあるわけじゃないですか。で、顔を寄せ付けない服というのも当然これも、そうですけれども、やっぱり顔は出ちゃいますよねと。あと、本当にね、皆さん、本当に気をつけていただきたいんですけれども、夏でも、ちゃんと長ズボンと、長袖は私もちょっと半袖にしちゃうこともあるんですけれども、長袖、長ズボンっていう、肌を露出しないっていうのは、基本的にやった方がいいと思います。特に、夏は蚊が多いわけで、蚊だけじゃなくていろんな虫がいると思うんですけれども、やっぱ肌が露出されてそこに刺されちゃうと、やっぱり重症化というかね、より
感染する確率が上がってしまうので、まあ、そもそも肌を隠しておくというのは非常に重要なんじゃないかなと思います。まあ、とはいえね、日本も40度近くなるとそんなこと言ってられないみたいな問題もあるので、まあ、非常に難しいのかなというふうには思います。で、まあ、これに限った話ではなくてですね、まあ、やっぱり世界的に地球環境が変わっていく、まあ、特に温暖化、それから、まあ、種自体が進化していくと、それをね、蚊であろうと人間であろうといろんな動物であろうと環境変化に適応して、今までで生きられないんだったら今までより生きられるような、もう殺虫剤かけられたら、じゃあ殺虫剤に強いものが生き残るみたいな、その進化というのは、あるわけで、まあ、しかもそれが、その目に見える大きな敵ではなくて、目に見えない、まあ、目に見えないってことはないですけれども、気づかれずに、しかも、一匹殺したってもう何匹でもいくらでもいるわけじゃないですか。本当にちょっと恐ろしいなというところでございます。というわけで、こういう脅威もありますよということで、これから夏を迎えるにあたって、蚊にも注意ということで、これがさらにどん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 進化してですね、デング熱も進化していったら、その蚊に刺されたことによって死んでしまうということにもなりかねませんので、素晴らしい特集、クローズアップ現代、スーパー耐性蚊にデング熱、蚊の新たな脅威、ぜひ、見逃し配信等で見ていただきたいなと思います。